迷える子羊よ。はい。今夜は、はい、懺悔を、はい、して、はい、新しい年を迎えようではないかと、はい、いうことで、相変わらず似合ってますね。今年も獅子座になっちゃいました。本当、本当に似合うね。本物かと思うぐらいですけど。神父ムララもとってもお似合いです。いやいや、だいぶ瞑想してますよ、スタッフが。あ、なんか全然統一感がない感じじゃないですか。多分ね、これ全部別々のパーツなんですよ。はい。あれ、これドラキュラのやつだったはずなんだよね。あ、中が紫でしょ。はい、そうですよね、はい、そう。あれ、シスターのやつどこ、あ、なんか牧師のやつどこ行っちゃったんだろう。多分牧師のやつで残ってるのこれだけかもしれない。はい。なんかね、これもなんか星ついてるじゃないですか。さあ、ということで、はい、今日はね、約1時間になります。はい、はい、懺悔のコーナーなんですけれども、はい、前半はうちのスタッフが懺悔に来るみたいです。はい、で、後半は皆さんの懺悔、はい、ね、聞いていきたいなと思います。はい、なんかこう人に言えるだけなんかこう気持ちが軽くなるってあるじゃないですか。そうですよ ね。なんで、ぜひ実名は晒さなくていいのでね。はい。匿名で、いや友達がみたいな話でもいいじゃないですか。大概友達がって言ってる話って自分の話じゃないですか。そうですよ ね。言いにくい時に、そういう感じで気軽にしてくれればいいなと思います。はい、はい、さあ、カウンセラーかなってきてます。そうです、カウンセリングしていきます。はい、もう王林に言えば、もうこの格好でね、はい、もう大丈夫よ、許しますって言ってくれるだけでもいいよね。いいと思いますよ、うん、口に出すとすっきりしますもんね。そうですよね、うん、はい。もうニコ生の方でもパニキを出すでしょ、ね。さあ、はい、じゃあまず一人目から、はい、ね、行きましょうか。はい、さあ、一人、あ、なんかその前に告知を、はい、しなきゃいけないんですか。あ、これ後でいいのかな。あ、なんかね、先ほどクリスマスプレゼント特番の中の画像をなんかダウンロードするっていう話があって、それの URL が決まりましたので、これを出していいんです。はい、どん、クリスマス特典画像 URL、はい、1番、2番、3番でございます。はい、うん、はい、で、ソラマドアプリ、ソライブをご覧の皆さんはアプリからリンクを貼っていくのでダウンロードしてみてくださいと、はい、いうことですね。いつもあるのか。はい、画面キャプチャーしました、大丈夫ですか。大丈夫でしょうか。クリックで止めない、まだ止めたい。 OK、 大丈夫ですか。よし、はい、ということでお知らせ、またこの後もちょこちょこ出していきましょうかね。はい、はい、キャプチャーの仕方が分かんない。会社、はい、これ本当に合ってますか。大丈夫ですかね。見れました。心配になっちゃいますが、リンクエラー、リンク飛べない、エラー、エラー。え、どこの、どこ、ここ一番上、エラーですと、 I と L、 一番上、一番上、一番上、エラーです。うん、1がエラー、どこ変わったの。60、ここが I、 1じゃなく I、 あー、60、大文字 I、 大文字の I。 あー、引っ掛け問題ですねこれね。どう見ても601号室みたいな感じですよね。そうですよね。はい、1番は60、
大文字の愛でございます。はい。はい。はい。ということで、ダウンロードしてみてください。はい。僕もまだ見てないのでね。どんな、はい、どんなのかな。私も見てないです。はい。さあ、それでは一人目、まずは参りましょうか。一、はい、人目は、はい、こちらの子羊です。お、迷える子羊さんを早速お呼びしたいと思います。あれ、はい。僕になってますね。お、一人目。ムララ。僕は、はい、そうですね。はい。僕ですか。はい。じゃあちょっと。僕ちょっと懺悔が多すぎて今年はね本当にいろいろありましたね、はい、ムララでもいっぱいあるんですね。もちろんですよ。今年はいろいろ怒られましたんで、はい、まあ、まとめて、はい、じゃあ懺悔させていただきますシスター。はい、天気に関係のない番組ばかりを放送してしまい、はい、総務省にも怒られはい、はい、大体担当してる企画の業界の方々には大変なご迷惑をおかけし、はい、関係者皆様に、はい、本当にご迷惑をおかけしました。申し訳ございません。はい、はい、ということで、まあ、本当にね、はい、あの天気業界の方もそうです、はい、星業界の方もそうです、はい、歌業界の方もそうです。はい、はい、本当にごめんなさい。さあということで、はい、チャットの神様に聞いてみましょうか。はい、では、はい、ムララの罪は許されるでしょうか。判断はチャットの神様に委ねたいと思います。そうですね、僕のせいじゃないんです。ニューヨークに住んでるバシっていう悪魔みたいなやつがですね、はい、いつもなんか枕元に立って言うんです、はい、これをやれ、あれをやれ、はい、あの人が悪いんです、はい、お、神がお許しになられるだろうって。神があの髪の毛の方の神になってます。さあ、全部バシが悪いんです。バシが悪いんです。その通りなんといただいていますよ。ではそろそろ、はい、はい、そろそろ終わり終了だそうです、はい、結果を見ていきましょう。ドン、うん、あー、あ、お、許すじゃん。はい、やったありがとうございます。キラ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 、天使が出てきました。よかった。はい、うわー、なんてこう皆さん優しいのかしら。はい、優しい方が今年は多いですね。ねえ、はい、あ、わかった。はい、これニコ生アンケートやってないからあね、はい、ソライブをご覧の皆さんは、はい、僕の味方です。あ、はい、ニコ生をご覧の皆さんは、はい、そうはいかないですか。辛口、そう、はい、厳しいですね。あの、いいか悪いかじゃないですか、はい、面白いか面白くないかで選ぶ人たちなので、はい、危なかった。そう、次からニコ生アンケートやりましょう、ね、はい、はい、次ニコ生もクラウドの神様も一緒に。そうだね、はい。さあ次からね、はい、ニコ生の方も投票、はい、お願いします。はい、はい、さあそれでは続いて参りましょうか。はい、どんどん。ではさあ次のお二人目の迷える子羊さん、はい、どうぞどうぞ。お、去年に引き続きニワイケルジャクソン。ニワイケルジャクソンさん、
こんばんは。こんにちは。こんにちは。あ、どうぞお座りください。はい。これをつけてないので。あ。あれ、なんでマイクつけてないの？あの、マイクつけてきてください。そうですよ。はい。そうですよね、じゃない。ここは入りますね、ザギに。はい。なぜこうマイクをつけないで出てきたのか、はい、わかりませんけど、はいはい、声が聞こえないということで、はい、今マイクを準備中ですもうすでにバツと来てますが、はい、今のうち決めといてくださいね、はい、許すか、うん、許さないか、はいはい、一択で OK っていうコメントも来てますけどね。氷マジ可愛いんだがって来てますね。ちょっと3カメでホーリー撮れるようにしとくね。斜め45度のアイドル三日様は今日不在なんですけれども、よし、はい、3カメどうぞ。切れますか。カシャーン、じゃんけんお願いします。いいですね、はい、3カメここで押さえておきますからね。はい、はい、心洗われるわねえ、かわいいなってコメントいっぱい来てますね。本職じゃねえかすごい。あ、ソライブの方も240人、お、超えてますね。421名、はい、はい、うん、ホーリーナイト最高だなって聞きます。嬉しいですね。本当に似合いますよね。何なんですかね、これ。なんか人間ってそもそもこうなんか許しをずっと求めてるものなのかもしれないですね。はい、なんかこういうの見ると安心します。あ、来た、来た。七さん兄貴。よくわかりませんこの生き物。はい、丹羽さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。はい、では丹羽さんが懺悔したいことは何でしょうか。懺悔したいことですよね。それにしても今日は温かいサポーターの方多いですね。では懺悔させていただきます。はい、私は1カメこれです。はい、はい、じゃがちゃん、今声ちっちゃいって。はい、これで私は聞こえない。はい、はい、 T1 グランプリ負けてごめんなさい。2連勝ならず。そうなんです。はい、はい、なるほどね。はい、もうこれは昨日ですね、はい、やっぱりこの結構始まる前から、はい、まあ皆さんから頑張れよっていう声をたくさんかけていただきまして、うん、頑張ります、任せてくださいとか言ってですね、はい、ちょっとまあちょっと調子を乗ってる部分もありまして、はい、で終わった後にですね結構やっぱりあ、投票したのにっていう声が多くやっぱり聞かれまして。あ、なるほどね。はい、それで応援してくれた方が多かった。そうなんですよね、はい、私も応援してました。はい、でそのちょっと期待をですね、うん、ちょっと裏切るような結果になってしまい、うん、ごめんなさいという懺悔に来ました。なるほどね。はい、そうか、よし、じゃあ、はい、では丹羽さんの、はい、犯してしまった罪が許されるのかどうか、チャットの神様お願いします。クラウドの皆さんもお願いします。どうでしょうか。あ、ちょっと言い忘れたんですけど、はい、次は頑張ります。何それちょっと今1カメをね、撮ってきたの。はい、あー、いい感じ。次があるのって来てますね。はい、次はないかもしれないですね。あるかもしれないし、ないかもしれない。なんかムカついたってコメントも、はい、でも前回秋の祭典の時のヒーローインタビュー、とってもかっこよかったです。あの時がピークですよ、はい、この人の人生のピークでした、はい、そのセリフですね、もう20回ぐらい聞きましたそうでしょう。あの時本当になんかね、はい、ハマりすぎたもんね。あれで出し切ったんだと思います、人生すべてのラッキー、はい、
いやそう思うじゃないですか、はい、でもあれですよサッカーの世界ではもうチャンピオンズリーグっていう世界一のクラブカップを決める試合が毎年行われるんですけど、はい、そこでまだ2連覇したチームはまだないんですよ未だかつて、はい、この数十年の歴史において、はい、ということはいかにトップであり続けることが難しいかっていうのを歴史が証明してました。ただしサッカーの世界ではですけどはい、前をね、そのヨーロッパとかのサッカーのクラブチームに例えるな、はい、本当に失礼なやつだな、お前サッカーのサポーターだったらお前もうとんでもないことになってるぞ。いや、それはですね、うん、ある意味それは気象協会を、うん、気象の世界をひょっとしたら村津さんは侮辱してるかもしれませんよ、うん、何を言ってるんだよ、お前が侮辱してるんだろいや違います、気象の世界もそれほど厳しい自然との戦いなんですなんかいいこと言ってるような、はい、丹羽さんの力説がありましたが、はい、そろそろ集計していきます。はい、では結果をドン、祈りなさい さあニコ生の方も集計してきます、はい、さあニコ生の方許さない 63%、 あ、ドライブの方はどうでしょうか、ドン、結果をチャットの神様の結果をドン、ソライブの方は許すだったんですが、圧倒的にニコ生の方が許さないという結果が出てますので、はい、そうですね、これは引き分けですね、結果は許さない、許さない、許さない、出ました、ダメでしょう、はい、キングマシミ、ちょっと、いやもう多分処刑される直前なんですけど一言だけ言わせてもらいますと、はい、初めこの人をニコ生使ってなかったですよね、はい、システムトラブルです、そうですよねこの回からです、あ、この回からですよね、いやいや惜しかったですね、惜しかったですね、結構スライブの方も気になりますね、でもなんかシステムトラブル起きてませんか起きてないですはい、起きてないです、はい、さあそれでは、はいね、はい、悔い改めるための本日は、はい、あなたの健康を思って、はいはい、美味しいお茶を準備してありますので、はい、罪を清めてください、はい、清めてくださいこちらのお茶で、なんかコメントにならないなんかどうしたんですか、どうしたんですか、ちょっと戻していいですか、いやダメですよ、ダメですよ、はい、はい、あれ大丈夫ですか、大丈夫ですか、なんかですね、はい、はじめは、はい、ちょっとどんどんフレームアウトしてってますけど、フレームアウトしてますけど、はい、はじめは、はい、なんか普通ぽかったんですけど、うん、途中からなんですかね、おかしくなりました、味が味がおかしい、途中からおかしいです本当ですか、はい、これは健康にいいお茶なのでこれで来年度のあなたは、はい、救われるでしょう、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、これからも精進なさい、はい、スライブにお励みください、ありがとうございます、かけてください。はい、いずれは。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、はい、会社を代表する、はい、ウェザーニューズを代表する、はい、ね、予報士が、はい、今回負けたということで、はい、会社としては、はい、異常な、なんかこう、はい、ブランドイメージのダウンを食らいましたので。私たちの庭さんが、そう、はい、さあ、ということで、はい、あれ、僕のマイクが入ってないですか、はははは、は大丈夫ですか、はい、すみません、さあ、はい、続いての迷える子羊をはいしましょう、
では続いての方どうぞ。いっそやさん、こんばんは。こんばんは。何個するか。あ、もう椅子に座ってください。そんな、はい、大丈夫です、はい、さあ、いっそやさんの懺悔は何でしょうか。はい、空白でこっそりでごめんなさい。ほ、何をこっそりやったんですか。こっそり、はい、なんか悪いことしたわけじゃないんですけど、いや、何ですか、こっそり、こっそり、空白昨日、開催されましたけど、ちょっと別に宣伝モードじゃないんですけど、ね、はい、昨日終わってるんで、で、あの終わって、あの片付けをしてる時に、はい、あの、はい、シェアの片付けをしてる時にキャスターのパネルを盗んでしまった、はい、等身大パネルをちゃんと全部畳んで片付けました。あ、本当ですか、ありがとうございます、ね、はい、なんだっけ、あ、そうそうそう、うん、で、あの片付けをしてる時に、あの、うん、ちょっと呼ばれまして、うん、で、あのちょっと端っこの方に行ったら、うん、あのシェアの2人が出てきてくれて、うんうんうん、で、はい、よいしょ、こんな感じで、はい、あのわー、アルバムにサインをつけていただいてしまいました。サイン入り CD を買ったんじゃなくて、はい、これ買ったら書いてくれるんですよね。買ったんじゃなくて、買ってないけどもらってしまいました。もう、ほら来てますよ。自慢じゃねえか。でもちゃんと、自慢かよ、ちゃんとあのこっちも、うん、あのカスタムジャケット版ということで、ちゃんと自分で買った自分のリポートでハートになるっていうのをちゃんと買ってます。いやいやいや、まあ自慢会を込めるのが止まりません。職権乱用、けしからん。あかんな、あかんな、ガイルさん。というわけで、これ もらう、そのくれるとき、今の1年間サイトとかいろいろやってくれてありがとうございましたということで、ちょっとうるっと来てしまいました、はい、ということで、だからちょっと職権乱用っぽくて申し訳ないんですけどっていうことで、もらってしまってすいませんという懺悔です。なるほどね。これはどうかな。さあ、どうでしょうか、聞いてみましょうか。はい、チャットの神様、ぜひ空ボタンでお答えください。うん、買ってください。あ、そういうこと。さあ、はい、磯谷は、まあ、ぶっちゃけ頑張ってますけど、はい、ね、頑張ってますけど、はい、これはどうかな。これはもう際どいですね。ほぼ自慢ですからね。はい、結局頑張ったらこれもらっちゃったみたいなやつじゃないですか。ちょっとなんかいやらしさはね、はい、ありますね。大丈夫ですか、シスト。シスト、シスト、なんかポロリが出ましたけど。ちょっとお直ししてきますか、ね、はい、失礼します。あ、すいません、前失礼します、はい、ね、クリスマスプレゼントということでポロリポロリましたけど、ね、さあ、どうなんでしょうか。さっきからこのパソコンがね、すぐね、落ちるんですよね。省エネモードになってるんじゃないですかね。この運営パソコンにあるまじき省エネモード、後で設定しておきます。ありがとうございます。本当にね、使える男です。できる男は違う。さあ、ということで、空ボタン、そしてニコ生のアンケート、こちらの方で磯谷の上がりまくってる好感度を、いつどうやって落としてやろうかということですけれども、はい、さあ、磯谷さん、かわいいってコメントも来てますけど、ね、あ、お茶飲む磯谷さんも見てみたい。そうですね。お、あ、昨日磯谷さん、いろんなところで見かけました。いろいろ、あの、ちょっと走り回ってて、あの基本さん、ソラゲームのブースということで、ゲームのところに、うん、いるようにはしてたんですけど、あの空ミッション運用とか、あの他のとこ行ったりとか、ちょっと走り回ってたので、うん、ちょっとすいません、あまりあのサポーターの方でお声掛けしてくださった方も長くお話できなくて、ちょっとすいませんでした。お、天文部ミーティングもやってましたね。はい、はい、さあ、はい、それではそろそろ大丈夫でしょうか。はい、
さあカメラっちです。1カメで、はい、あ祈りなさい。はい、どうでしょうか。おっ、ソライブの方は許すの方がちょっと多かった。はい、クラウドのみんな、これはニコ生の方が許す。お、許すだ。両方許すが来ました。はい、まあ僅差でしたけどね、両方とも。ありがとうございます。いやありがとうございます。納得いかんなどうしてかな、なんか納得いかんな。なんだろう、人徳人徳とか人柄とか来てますけど、はい、なんでかな、納得いかんな。今回は磯谷をまんまと脅し入れてやろうと、はい、これはさすがにちょっと好感度悪いよっていうネタを持ってきたんですけど、はい、いや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 、それをギリギリやられましたね。ギリギリ、はい、皆さんありがとうございます。はい、ね、来年もまたどんどん好感度が上がっていくと思うんで落とし穴に注意してくださいよ。はい、落とし穴に、皆さん、はい、自分の好感度いいんでそれくらいです、はい、さあということで、はい、磯谷さんありがとうございました。チャット皆さんもニコ生の皆さんもありがとうございます。メリークリスマス。メリークリスマス。メリークリスマス。はい、さあということで、はい、次はまだ来てない。お、はい、インターバル、はい、あ、そうですね、一旦インターバルに入って後半は、はい、後半何人来るのかな、あと3人、あ、3名の、はい、加筆寺さんが、はい、うん、はい、はい、それでは一旦インターバル、
メリークリスマス。メリークリーホー。メリークリーホー。はい、さあ、懺悔の時間です。はい、引き続き、はい、懺悔タイムということで、はい、迷える子羊さんをお呼びしたいと思います。メリークリーホーって結構、はい、ニコ生の方では浸透してますね。はい、あ、はい、メリークリーホーってすごいコメントが来てる。クラウドのみんな、メリークリーホーイエーイと盛り上がりました。あ、ちょっとシスターっぽくなくなった。ロックですね。いいと思いますよ。何でも乗っかっていくクラウドですって書いてますけど、ね、はい、さすがクラウドの皆さん。さあ続いて、はい、あのね、子羊やってまいりましたので、はい、お呼びしましょうか、はい、シスター。ではお次の方、早速お入りなさい。どうぞこちらへ。ようこそ。こちらへ座りなさい。大聖堂へ。はい、ソライブ運営スタッフの、はい、青木さん。はい、はい、あの懺悔するの近めね。はい、マイクも大丈夫ですか。あ、はい、バタバタしてますけど。はい、では、はい、青木さんが犯してしまった罪は何でしょうか。僕の犯してしまった罪はこちらです。ドローンをドブーン、ドローンをドカーンの2本立て。はい、2本立てじゃないよ。豪華2本立て。すいません、ちょっと僕はい、つい感情が出てしまったんですけど、はい、僕内容知ってるんで、はい、すごいムカッときます。はい、なので僕はあんまり前に出ないようにします、はい、今回は。無駄だ。2本立てっていうな。さあ説明してください。はい、子羊を。そうですね、はい、あの私あのこの秋からですね、はい、このドローンを使ってですね、はい、ものすごいコンテンツを作ってやろうと意気込みまして、あのまあ、ちょっとドローンを導入したわけなんですけども、買ってですね、導入してですね、一月ぐらいですかね、はい、あのちょっと海で、海の近く入ってない。マイク電気入ってない。声が小さい。聞こえますでしょうか。聞こえますでしょうか。OK でしょうか。はい、ドローンを買ったんですけど落としちゃったっていう話ですね。はい、あのまああのまあそれが落としちゃったタイミングがですねちょっと早かったなというのが一つ目の懺悔でございます。そして二つ目は、はい、あのそれでですね、まあ一つあの落としてしまったドローンはですね、うん、あの海に沈んでしまいまして、あの回収が不可能になってしまいまして、あの修理ができなくなってしまったんです。はい、はい、なのでですね、ですけどあのその空白にあたってですね、あの昨日行われた空の博覧会にあたってですね、はい、もうどうしても僕はこのドローンの素晴らしさっていうのを皆さんに伝えたくてですね、もう空から見る素晴らしい空の もうねものすごい画像だったので、それを伝えたくてですね、うん、新たにですね、うん、もう本当申し訳ないということで2代目ドローンをですね、うん、あの導入させていただいたんですけども、うん、はい、そうですね、昨日空博始まる前ちょっと準備期間があったので、準備中の時にですね、ちょっとあの展示物を並べて、まあ、ちょっとあの操作の練習してたんですけども、うん、まあ、その時ですね、あの、まあ、ちょっとあのまさか、え、はい、まさかって来てます。まさかのドカーン、まさかの、はい、ドカーンをしてしまいまして、あの、はい、結構のスピードで、あの僕見たことないぐらいのスピードで、あの壁にドカーンっていうドローンをドカーンっていうことでの2本立てです。はい、はい、許さない。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、あの神様、神様にし、あの、はい、神様聞かない。ちょっとあのちょっと許されない、はい、あの説明します、はい、説明しよう、はい、空博にあたって持ち込み企画でドローンをその空撮するっていうのを今すげえ流行ってるから絶対にいいコンテンツでやらせてくださいと懇願されて、高いですよね今普
球はじね始めで数が出ないんで物が高いんですよ、はい、にもかかわらずいやじゃあお前がそこまで言うならちょっとやってみようとでやった結果でその、はい、なんか社内とか説得しようとコンテンツ展開するのねで俺は青木の味方だったんですよ、はい、俺こっち側だったんですよ、はいね、で、ね、購入してで練習が必要だとそのトラハクでなんか人の上に落ちたりしたら危ないから、はい、そうですよねよしじゃあ練習しようっつって、うんまあ、こいつもねちゃんと練習をしてくれたのはいいんだけど、はいバカで、はい、なんで海の上でやるの？ほんと綺麗なの浜の梅上でいいじゃない、はい、別に砂の、ねはい、上で海の上で飛ばして、はい、なんか操作できなくなってドボンってなって取りに行けないぐらいところ、はい、深いところ で、はい、でなんか日曜の朝かなんか電話かか早朝電話かかって、はい、で寝ててああもしもしって出たら、うん、すいません水没しちゃったって言ってお前甘えんなよっつって、はい、はと思って僕はもうその時点でもうドローンコンテンツはもうない、はい、もうや俺はやらない、はい、終了お前の味方だったけどもうやらないっつって言ったんですよ、はい、そしたらねやっぱうちのねうちのリーダーがなんか優しくて、はい、青木誕生日だったんですよそうドローン落とした時、はい、誕生日でそうお前の誕生日だからもうしょうがないとであの絶対にいいコンテンツを作るっていう約束をすればもう一台買ってやると、はい、って言って買ってもらったんだよ、はいうん、会社が、はい、そしたらだよそれで空白間に合ったって言ってうんでそれ設営してる夜中ですよ夜中にブーンって見てて僕も見てたんですよそのうんあ飛んでるよってうわ随分遠くまで飛んでるなと思ってうビューンびっくりしビューンバーンって言って、はい、みんな作業しててえ何どうしたのって爆発みたいな音がして、はい、それを見に行ったら粉々になってやってしまったもうそれはあかんだろうとはい結局空白にそのドローンは出てないですはい、はい皆さんにお見せする前にドッカンしちゃったんです、うん、世の中に、はい、コンテンツとして出てないです、はい、2台とも、はい、なんかこの、はい、水没する瞬間の映像はこちらですとかって出せたらまだね、はい、そうですよね人盛り上がりあるんですけどそれもないな, いなのですいませんあの苦いお茶をあの苦いお茶をイエスノーみたいなのが神様たちの、はい一応聞かなくて大丈夫ですか？わかりました。シスター。一応。シスターがそう言うなら。はい。チャットの神様。許されるかどうかお答えください。許すマジ。マジ許すマジ。あ、黄色しか上がってないです。3杯飲みましょう。はい。はい。いただきました。はい。ありがとうございます。あれ？お茶3杯って言ってますね。はい。今何なったんですか？もう決まりました。結果を見ていきましょう。はい皆さんの判断はどうでしょうか青木さんの罪は許されないめちゃくちゃあでも意外にニコ生の皆さんも許されない許すって方許されないやっぱ僕少数様の意見っていうのもお前声張れ声張れはいボソボソ喋んなすいませんでしたはいということではい青木さんの罪を清めるためにもあ僕こういうのでですね、あんまり大丈夫な人なんですよ何あのそういうやつ全然もうスペシャルドリンクですあ祈りなさい清められますようにいただきますはい反省足りないなってコメント来てるじゃん僕もそう思います本当にまずいもう2杯、はい、あの辛いっすけどはいということでもう、はい、来年こそはい今度は自腹で頑張ってください3代目は自腹でそうですはい、はいということで青木さん、はい、ありがとうございましたありがとうございましたい
青木さんに懺悔していただきましたが、ドローンをドブにドカンと、うん、ねえ、ありえないですよね、ほんとね。もうあいつの給料からね、はい、リボ払いで毎月、月々少しずつね、はい、はい、ちょぴっとずつ本人がわからないぐらい引いていこうかなと思います。はい、はい、さあ、ということで、はい、続いての、はい、続いての迷える子羊さんは、はい、今準備中ですけど、はい。リボはあかんって、リボ、リボ地獄って。さあ、続きまして、はい、こちらの方、かんちゃん。映ってない、映ってないよ、映ってないよ。こんばんは。はい、ソライブ大聖堂へようこそ。こんばんは、福島寛太郎さん。はい、今年も数々の失敗をちょっと公にはなかなかさらせない。そうですね、数々の失敗をされてきたかと思うんですが、言えない懺悔がありすぎまして。ありすぎますよね。ありすぎまして、はい、まあ歩くところ全て迷惑をかけてるような感じなんでございますけど。まあね、ハートフルってコメントも来てますけどね。はい、うん、はあ、危険人物じゃないか。歩く懺悔、はい、そうですね。一体何をやらかしたんでしょうか。はい、はい、犯してしまった罪は何でしょうか。はい、こちらです。ハートフル、本当の理由は。ほ、本当の理由は、はい、はい、どういうことですか。まあ、私ハートフル、はい、呼ばれておりますけど、うん、嘘なのって来てます。ハートフル、ハートフル、まあポエムとか読んでハートフルっていう話出てますけど、はい、まあ、最初のきっかけはあのツイッターだったんですね。はい、はい、まあ、ツイッターでなんかアイリンさんがですね、よく僕のツイッターがハートフルだって言ってくれるんで、そこから生まれた言葉なんですけども、はい、まあそのきっかけはですね、はい、まあ、どちらかというとその最初なんかちょっとほんわかしたツイートをした時に、はい、なんか女性のフォロワーが増えまして。え、あの、はい、なんか女性の方のフォロワーとかリツイートとか増えまして。はい、で、あ、こうやればいいのかと思ってですね。はい、まあちょっとスイーツとか、まあ、よりなんかその、はい、スイーツ、うん、はい、なんかまあ別に決してあの偽りは言ったことはないんですけども、はいはい、演出はしてないんですけども、はい、まあこういう風に書けばいいのかなっていう、ツイートがありまして、はい、だからハートフル、本当の理由は女性フォロワーを増やしたかったです。媚びを売ってしまったか、目先の利益を優先し、ね、それはいけませんね。それはいけませんね。はい、まあね、フォロワーが増えるっていうことはいいことでございますから。いいことだね。いいです。あ、そう、いろいろやっぱりね、こう告知ばっかりとかでも良くないですからね。いや、うん、はい、はい、ですから、うん、それはやっぱり正当な判断だったのではないかと思っておりますが。そうなんですか。はい、はい、わかりました。まあ懺悔と言いながらちょっとなんとかならないかと思ってる次第なんですけども。はい、家庭崩壊しないことを祈りますか、うん、ね、本当そうですね。ちなみに奥さんはフォローしてるんですか、寛太郎のツイッターを。いや、見たことないと思いますよ。そんなん絶対言えないですよ、そんな。ツイッターをやってることをご存じない。知らないと思いますよ。あ、本当ですか。ツイッター自体そんな扱う人じゃないんで。うん、じゃあこうしましょう、はい、ね、はい、チャットの神様に許す許さない決めてもらって、はい、許さないになったらもうチャットこういうことチャットやってるよっていうのを愛ちゃんに言いましょう。いや違う違う違う、はい、それはダメですよ。愛ちゃんにフォローしてもらおう。それなんで村田さんだって番組出てるの奥さんに見られるの嫌でしょ。嫌でしょ。僕は内緒です。いやいやでしょ。いやそうそう、やっぱり
パフォーマンスを出すためにはですね、やっぱりそういうの知らない方がいいということもありますよ。あ、100% 共感100% 共感します、ね、知らない方がいい時もありますよ。見てる、見てると思われながらやると、ね、何も喋れなくなりますからね。そうですね、ツイッターも何も一切言わなくなりますよ。そうですよね、そうですね、よくわかります、でもそれはここはね、ここはもう番組ですから、はい、そうですね、それとこれとは別です、はい、もう人間的には 100% 共感しましたけどここはここは P の顔として、はい、ここは大聖堂ですので、ですです、はい、はい、そうですか、はい、そうですか、まああのちょっとね、まあいつそういう演出をしてしまったことを、はい、申し訳ございません、はい、はい、このいやらしい子羊、はい、はい、聞いてみましょうか、はい、カタロウさんの罪は許されるでしょうか、ちょっとの神様お答えください、祈りなさい、なんとか今回に限りなんとかなんか罰ゲームが追加されて、はい、え、なんですかそれえ、なんですかそれ、え、スペシャル罰ゲームが追加されて、最初からその最初から罰ゲームを打てる受ける前提でなんか増えてるってどういうことなんですか、さらに追加されてます、はい、はい、はい、あ、今あの罰ゲームの方が入場されました、はい、はい、準備運動をされておりますので、はい、しっかり清められてます、あー、そういうのですか、あー、はい、もう、あー、最初から元プロの方、あー、最初から罰ゲーム決まってる、これ、はい、あーキックね、さえま、渡りますからね、あの人のローキックってあの声が出なくなるんですよ、はい、痛いとか言えないですよ、あーってなるキックなんで、はい、あれ、今までお茶だったんじゃないですか、いや、お茶なんて、そんな、はい、ちょっと勘太郎さんのことを気遣って、はい、はい、フレームインしてきました、いや、皆さん夏の DVD でね、あのえいえいえいっていうね、いやあれね、本当に僕あの場にいましたけど、うん、尋常じゃないですから、バスさんのあの時の顔は本当そうですよね、本当にあれ本当にダメ、殺人鬼、殺人鬼じゃねえ殺人鬼ですよね、殺人、本当にあのね本当にあのね、あの時の声が怖いんですよ、そうよね、あの振る時の声が、うん、あの自然に出てる声なんですよ、あれってなんかもうブワッて、そうなんだ、はい、いやー、その場に思い出した、あれやべ、はい、あの VTR、 いやでもいや本当に僕あの番組のためだと思って あれなんですよ、そんなにあのやましい思いじゃないんですよ、いやいやいや女性フォロワーは、いや、そのいや別に、ね、いや少しでも皆さんにそのねハートフルな気持ちがいけばいいと思ってやったんで、本当にもう全然 やましい気持ちがあったわけじゃないんです、はい、本当に勘太郎さんの骨を聞いたところで集計していきますでは結果をドン、さあニコ生も、あ、許す多い、許す多い、許す多いよ、許す多い、許す多い、本当だ、いいんじゃないか、意外と多い、いいんじゃないか、許す多いライブは許さない、そしてニコ生の方も許さない 80% 多い、圧倒的ですね、圧倒的、いや、なんかソライブの方も止まりません、許さない、そりゃやっぱ許さないよね、圧倒的に、はい、うん、結果はどうでしょうか、まあ圧倒的ですね、圧倒的だよね、さあ、子羊、勘太郎、はい、悔い改めてきなさい、あ、もうお祈り入ってるもん、もうなんか、はい、そうっす、え、あちらに行けばいいですか、あちらで、はい、あ、そうですか、はい、あ、そうですか、お清めタイム、軽く言うんじゃないよ軽く言うんじゃない、お清めタイム、こっち命かかってんだよ、はい、さあ、マイク外して、マイク外すね、あ、いや、大丈夫、ここ置けらんないから、お、いや、はい、はい、はい、あー、やべ、マジやべ、マジ怖い、ちょっとちょっとちょっと、さあ、祈りなさい、あー、すいません、ほんとすいません、ほんとすいません、あーなんか、鈍い音が聞こえましたね、あ、さあ、これ以上はね、放送できないということです、はい、カメラの映像を切り替えて、そうですね、うめき声だけで、はい、お楽しみください、音声だけでお楽しみください、はい、さあ、いやいやいや、罰ゲームがさらにハードになったところで、そうですね、次の方も呼んでいきましょうか、はい、次の方は早速続いての方、あ、次の方は結構大御所なので、はい、あ、ちょっと入りが、はい、遅れてるみたいですね、あ、そうなんですね、うん、はい、最近よく出てる出てるっていう話を、はい、周りでは聞いてましたけれども、はい、大御所キャスターの方ですよね、大御所キャスターの、はい、
特別な。次の方が最後になりますかね。はい。はい。ラストは。ラストはどなたなんでしょうか。ちょっと待ってください。あ、よし。あ、もう。パニキパニキ来てますけれども。あ。はい。遅れて登場。はい。何っていう顔をしてました今。はい、どうしたのみたいな。はい。はい、今の、ウェザーニューズの中だけではなく、はい、最近は気象業界、はい、気象予報士業界の方にたびたび顔を出されてる。おお。はい。こちらの大御所キャスターのゴネイ。こんばんは。こんばんは。あ、映ってねえよ。大聖堂映、ね、りをまず気にするでしょ。近くないですか。まず近くないですか。まず近くないですかこれ。近くないですか。さすがですね。やっぱり映り方ね、カメラの明るさから入りますからね。角度とか。まだちょっと暗いですけどね、このカメラね。ちょっと顔暗いです。暗いですけど、ね。まあまあまあ。すいません、ライトを少し。大聖堂、あの色黒のに見えた方がちょっとシュッて見える。ああ、なるほど。光白は膨張色なんで。ちょっと一つ見えるんでね。あ、逆にちょっと暗めの方が。なるほど、ソフトフォーカスが入りましたね。そうですね、今、これぐらいの方がちょっと優しく見えていいから。あ、そうですね。プロのコメントですね。うん、自意識過剰の塊ですね。今や、はい、はい、さあ、はい、子羊を、はい、子羊ってほど可愛くはないですよ。なんか大ヤギみたいな感じ。さあ、ヤギさん、あの大ヤギっていう裏側もいるんですよ。あ、そう、伝説の選手、神戸聖光の、素晴らしいロックなんですよね。さすが何でも嫌いですもんね。大ヤギ選手すごいですよ、はい、では犯してしまった罪を打ち明けてください。はい、先にこれ見せた方がいいですか。何ですか。任せます。段取り決めた。何一番いい形でお願いします、はい、じゃあ私のは、はい、これです。チカちゃん、ロマンチックな夜にポロリしてごめんなさい。いや、あれね、はい、日本あの時ね、はい、あのタイミングって、うん、日本のね、行く先を決める、うん、総選挙の日ですよ。はい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 。いわゆる、はいはいはい、そうでしたね、はい、選挙速報やってる最中だったんですよ、うん、そうでした、そうでした。で、僕もダブルスクリーンで、うん、はいはいはい、選挙速報と、はい、あとそのスター、うん、ドライブスター、はい、見てて、うん、片やね、そのなんかいろんなこう花がこう当選とか落選とか、なんかそういうのをやってるところで、パッとこうやって見たらポロリってやってたんで、はい、おいおいおいと、うん、ね、いやでもこれ僕が別に考えたわけじゃないですよ。ん、いや、ネゴさんはこれですよって僕は言われてやった、書いたんですけど、僕別に悪いと思ってないですよ。演奏出てますね。堀さん、あんまり近くで見ない方がいいです。女性は。はい、いや、僕はあんまり悪いと思ってないですよ、そんなに。これは本当にスタッフが危ないって言って、うん、切り替えたらしいですから。ああ、そうなんですね、はい、僕結構この後もいろいろやってたんですけどね。出てなかったっすね。出てなかったっすね。この一瞬だけ。ほら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 、出しちゃダメよ、また呼び出されるじゃない。やめてよ、ほんとに。でも大丈夫さ、あれは下に履いてたのは、うん、あのプロレスパンツってやつなんですよ。プロレスパンツ、あのだから結構ハイレグっぽい、あのなんていうんですか、ハイレグの時点でダメですけど、そういうの履いてたんで、別にあれ、まあ俗に言う女性でいう店パンですよ。ああ。店パンだから出しちゃダメだっての。店パンなんで大丈夫です。出しちゃダメです。堀さんが嬉しそうです、ちょっと。これ指の隙間からこうやって見てます。シスターをこうやって汚すな。こうやって見て。シスターをけがすな。あ、めくシスター、シスター、いけません。神に使える、はい、いいですから。はい。いやいや、そうですか。こういう、こういう。ね。もう、本当にもう、なんかね、はい、下ネタの悪魔みたいな。はい、はい、いけませんね。いけません、いけません。じゃあ、チャットの神に聞いてみましょうか。はい、じゃあ、チャットの神様、はい。この罪が許されるのでしょうか。許されるわけがない。社会的にこんな道理が通ってはいけない、はい、悪魔払いですよ、もう、はい、いやでも、ね、立ち去れ、出ろ出ろ
ビビビビビ全く反省の色がないです全くないです許さねえが今のタイミングで一気に上がりました、ね、ほらでも個人的に青だけど黄色をしとくって人いますよ。やっぱりみんな別に何と思ってないんですよ。いや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 、でもこういうのをね、美味しいと思うところがもうキャスター付いてて嫌なの、本当に。前はどうしてそういう、ね、変化球ばっかりなんだっていうのは少しストレートに言ってほしいですけどね。人気キャスターです。でもあれですよ、ストレートにいたら本当に何も履いてなくなりますよそっちもストレートじゃないよ、そういうことじゃない逆にダメな空気がおかしくなるだろう、そういうこと言うと。そうですよ ね、うん、ではそろそろ結果を見ていきましょう、はい、お神様の判断は許さない、許すまじおっともうそりゃそうだよね、やっぱね。ちょっとよくわかんないですね。あれ、カンタロウよりもしかしたら圧倒的に許さないような気がしますね。そうですかね。早かったですね、はい、許さない。ああ、そう、ニコ生の方も 85% カンタロウ超えてますね。あ、本当ですか。はい、カンタロウは 80% だったんで。あ、 85% です、ね、じゃあ今日僕が一番ってことですね。そうですね、レコードホルダー。ああ、ありがとうございますありがとうありがとうってなんだよ。いやいや、おいしいじゃん。違う違う違う、謝れ。え、謝るんですか。謝る場合、謝る場合、はい、そうです懺悔しに。あ、そっかそっか、はい、そうです、大聖堂ですので。そうですよね、はい、もうね、神に蹴られてきなさい、はい、あなたも、はい、蹴られてる罪を清めてきてください、清めてきなさい、はい、結構ガチでもうシャドウやってますけど、少年を叩きあれだってなんか試合前のお祈りみたいになってるじゃないですか精神統一みたいなもうやっちゃってください。はい、よし、これ何、今の今の何ですか。今のサービスですか今のサービスですね、はい、これどうしたらいいですか。あ、じゃあシスター、はい、じゃあ今日最後の懺悔です、はい、根頃さんの犯してしまった大きなミスを一発吹っ飛ばしてくださいよし、二度とポロリできない、たまにしてやるこれ以上は映せません、これ以上何か変な映像が映りましたね音声のみでなんかちょっといけない手つきが今映ってしまったので、はい、そうですね、おっとおっとおっと、はい、みたいな、いやアイアンクローってなんか歩き方アイアンクローがねさあ今のでね、もうあの封印されたということで、はい、こら、出すんじゃない出すんじゃないよ、そんなもう今のはね、シスター、お、はい、あ、来た、持ってきました持ってきましたごめんなさい、魂を持ってきました、ごめんなさい、魂を浄化されました、ね、シスターのおかげで、やっとあの悪魔払いで行きました、シスターありがとう力が出ない力が出ない